滋賀の遠征の時だっけ、ホテル配信したの。今日は多分みんな来ないと思います。今もう喉鳴った。九州言えますか？ちょっと自信ないんで最初からやめておきますなんか都道府県ってさ、どこにさ、どこにあるか場所はわかるけどさ、その場所がこの地図のここでここでこれとこれと隣でみたいなのがちょっと難しいんですよね。ミニのグッズ結構届いてる方いらっしゃいますね。てかさ、ももちゃんってさ、めっちゃ配信長いけどさ、何喋ってんの一瞬入って、この前一瞬入ったけど長すぎて抜けた結局ももちゃんは 何時間ぐらいやってたの。結構長いこと配信してましたよね、この前。気づいて、メンバーが配信してるときは気づいたらちゃんと入ってる。ヒロアカ、トドロキ家の戦いのに決着ついたよ。泣いたよ。わかる、ヒロアカ泣けるよね。ゾンビの話もしてた。え、ゾンビの話でそんな話、配信をさ長々とできるの、逆にプロじゃない？みんなにとってこの前の配信はじゃあゾンビで埋め尽くされてるの？いつ絶対県庁所在地全部言えないタイプだ。やばいやばいやばい、何も言わないでくださいあ、免許の話ね。免許取ってる、うん、取ってる、免許あれ取りたいみたいな話したんだ。ももちゃんはファンのコメントから話を広げてくれる。そうなんだ。県庁所在地って東京？東京？あ、違う、新宿じゃなかったっけ？ちょっとやめとこう、本当にやばバカがバレる、やだ。最近のメンバーとのエピソード。この前私のお気に入りのカフェに美咲を連れて行きました新宿あ、ひなたちゃん、やっほーやっぴょーん最近会ってない、元気やっぴょん。キラの電話切っちゃった。え、キラだったな。キラー、キラーラグい、電波悪い、電波電波。今日のコーデはこの前展示会でいただいた服をラフに。楽楽です、本当に。あ、もう溶け溶け、これ、もうない。愛咲ちゃんのエピソード、この前、あ、違う、昨日か、 MV 出てましたね。めっちゃ新しい感じでおしゃれだった。ちゃんと見ましたよ。キラキラキラ、Wi-Fi 捕まえないと。どういうこと？捕まえる。うん、キラから電話来た。なんで？配信やってるんだよ。
ツバ兄に会ってる、会いたいです。え、キラの電話切りましたよ。みんながキラを呼んでください。今日一番楽しかったことはさっきコンビニでみんなで爆買いしたこと。アイス美味しい、美味しいよ、美味しいよ。今日今ラーハンなんです私。なんかカラコン取っちゃったの、後悔。あんまりスクショしないでください。ハロウィンディズニー行きたい。でもさ、この前3時から行ったのに8000円して、夢だってなりました。でもディズニーはもう楽しいから全然値段なんか気にならん。もう何回でも行きたいですね。急にピノ食べたくなった。多分それユズのせいだ、ごめん。キャラメル美味しかったよん。ラガンってセクシーなの？初めて聞いた。韓国行きたいんだけど、おすすめのところ、ミョンドンはすごいいろいろあったかな。まあそんなにいろんなエリア行ってないんだけど、てかなんか写真を見返したらなんか食べてる写真ばっかで、いや私韓国行って全然あれでも食べてないんですよ。なんかお店に入らなかったし、観光をガチすぎてめっちゃ2泊3日で行ったんだけど、もうめっちゃいろんな、もう行きたいところがありすぎてギュッと、2泊3日なんか短いからさ、ギュッと詰めて、もう観光めっちゃメインで行ったのね。だからちゃんと食べたのサムギョプサルぐらい、びっくり。ゆじゅ去年あたりから最近特に綺麗だね、ありがとうございます。すごい最近かわいいよね、最近かわいくなったよねって言われるんですけど、いやそれ毎回言われてんの、もう毎年最近かわいくなった、最近かわいいよねってめっちゃめんどくさい話になるんだけど、最近からかって思うタイプ。ごめんなさい、めんどくさくて。多分ゆずみたいな人を彼女にしたらめんどくさいかもしれない。マネさんに今日かわいいねって言われると、今日もだよねって、まあそんな自己肯定感高いわけじゃないんですけど。めんどくさい彼女やってます、ありがとうございます。生きてるタコ食べれない、ちょっと動いてるのは勇気が、なんか友達に食べようって言われたんだけど、その勇気はなくて、いつか食べます。いつか行ったら、また行ったらね、韓国に。それな、絶対自己肯定感高い人だよね、わかる。言ってることと自分の気持ちが割と矛盾してるかも。大人っぽくなってきてるってこと、そうだよね、確かに。でも最近考え方とか、ゆずすごい大人になったねみたいな言われる機会が多くて、やっぱ20歳前の貫禄。意味わからん。自分で突っ込んじゃった。そう、もう早く私は二十歳になりたいです。もうどんどん友達が二十歳を迎えていくからさ、羨ましいなーって、11月遠いなーって思います。さつまいも
さつまいも、え INFJ っぽい。いいですね。この前暇かすぎちゃって MBTI 一人でもう一回やり直したんですよね。最初今までは ISTP だったんだけど ISTJ になりました。二十歳になって最初に誰とお酒飲む？やっぱ母と父と飲みたいですね。二人ともお酒弱いんですけど家族と飲んでみたいです。INFJ は二十歳過ぎたらめっちゃ楽になるよ。え、どういうこと？ MBTI で関係すんの？親と飲んだことない。うん、そうだからゆず絶対弱いんだよね。ゆずの裏 MBTI 何って、裏って何？何裏 MBTI って。もう最近さ流行りとかもう本当にもう頭に入らなくなってきてる。ゆずって呼ばれてる。さあつまいも酔ってから、酔っちゃってからのインライン待ってます。絶対やらないよ、絶対やらないよ。メンバー誰が一番お酒強そう、誰だろう。ももとかね強そうだけどね。あ、キラー、キラー、私がインラインしてる時に電話かかってきた電話かかってきたわ。あの私のインライであの嫌いなメッセ待ってごめん電話かけてしまった。どうした、何の電話だったの。ここで言えるか分からんけどなんかフォークいるとかそういうこと。ゆずって呼びたいんですけどいいですかね。ほとんどがゆずって呼んでくれてるんで全然大丈夫です。お困りごとはゆずたんにと思って。マジ、ちょっと終わったら、インライン終わったらすぐ電話かけ直すね。さあやばい、さあつまいもがなんか頭から離れない。あ、もう解決したんかい。絶対あれじゃん、お箸なかったとかじゃんお箸足りなかったとかじゃないの。絆創膏は持ってないよ、先に言っとく。ごめんけど絆創膏はないっす。みんなゆずのこと女子力高いと思ってるからさ、いやありがたいんだよ、ありがたいんだけど毎日絆創膏持ってるって思ってる、未だに。みんなだって絶対になんか絆創膏が欲しい時はニュースに、ニュース絆創膏持ってないって言われるけど、いやもう大体持ってないよいつも持ってないよ。ゆず、ゆずちゃんどっち呼びがいい？どっちでもいいんですよ、全然呼びやすいように呼んでください。ゆずって呼ばれたら結構嬉しいかも。ティッシュは持ってます、
私今日ちっちゃいバッグにティッシュと除菌入ってる。やっぱチュアパレちゃんはダメなの？別にダメじゃないですよ、全然。ユッピョンふざけてる？全然バカにしてる感じはなければ全然いいですよ、ユッピョン。かわいい。なんかハンカチはごめんなさい、ハンカチでもディズニーの時は持ってく。でも除菌あるからハンカチいらんかなみたいなね。あ、小田って呼んでもいいですか？あ、ちょっと呼び捨てやめ、いや小田呼び、ま、いいよ、いいよ。小田ちゃんとかだったらね、可愛いけど小田ってなるとちょっと強いかもってなる。全然なんでもいいです。すごいなんかあだ名大会になってる。ゆず推しになってもいいですかね？全然なってください、楽しいと思う。そう、美咲より美咲るの最近私。この前家出てから気づいたんだけど、なんかお気に入りのシャツを着てたの。そしたらめっちゃ歯磨き粉つけててこぼしてて、え、どうやったらこぼすのみたいな、こなんかいろんなね、そう、歯磨き粉をつけて電車に乗っててやばいってなって、乗り換えのタイミングで急いで除菌買ってこうやって拭いて、もうへーって、なんか美咲より美咲ってるからさ、もう絶対言えないって感じで、キラにも言われました。最近美咲より美咲ってるじゃんって。歯磨き粉ね、どうやったらこうしたんだろうって感じ、意外と気づかないんだよね。キラも朝からずっといたんだから、気づいてんだったら言ってよって言ったのに、え、全然気づかなかったって感じ。一日ずっとこれだったのってなった時もある。ほんと気をつけないと、確かに歯を磨きましたって証明にはなるかも。いや、わかんない、それがちゃんと歯磨き粉って伝わるかはわからん、伝わってほしいけどね。なんかいつもインライでこれ話そうって思うことあったりするのに、あんまり、何だったっけ、何話そうとしたんだっけな。今日とあちゃんバミリ間違えてた。え、もうファンの人はそんなことまでわかるの？え、ちなみにバミリ間違えてたかは知らない、わかんない。わからないけど、間違えてたんだ、後で怒っておきます。すいません、そういう時もあります。いや、よくないよね、怒っときます。何時までやろう、1時間はやらないかな。コメント読むとき表情豊かすぎる、マジで。やったー、あんまり甘噛みしてくれなくて寂しいよ。やっぱね、噛まない方がね、面白さって伝わると思うんですよね。気をつけてます。だいぶ前のラグーナでゆずガレレモの振り間違えてたよね。なんで覚えてんの？24時間やばいね。明日愛知でリリーベだよ。でもさ、24時間配信いつかしてみたいんですよね、みんなで。8人でやったら結構意外とできるような気してる。ゆずちゃんね、眠くない？
なんか花粉、花粉なのか知らんけど、花粉って睡眠の質も変わるらしくて、関わるらしくて、最近あんま寝れないなって思ったら多分ね花粉症なんですよ。で鼻も今さ、そのなんか鼻声って感じで、うん、え、一人3時間24時間配信やったら一人3時間か、長いな。3時間やるとしたら何やるって感じだよね。でもいつかやりたい、本当にやりたい。こういう時の宮廷ヨーグルトだよね。この時期ってさ、杉？ヒノキ？ギネスチャレンジ。おお、なんか24時間配信っぽいね。ゆずちゃんって蚊に刺される？刺されます、はい。同じ、みんな人間なんで、私も人間、刺されるときは刺されます。部屋にカメムシ大量発生してる。ねえ、この前さ、部屋にさカメムシ入ってきたんよ。でゆずさ、カメムシマジで嫌いだから、本当になんならお化けより嫌いかも、カメムシ。カメムシ本当に嫌で、そう、トラウマがあるんです。知らない方もいると思うんで最初から説明するんですけど、ある日のリハ、もう忘れもしないバイバイバイの振り入れのリハの時に、まあ、制服脱いで、あの高校の時だからね、制服脱いでリハ着に着替えるってなった時に、ズボンの中にカメムシが入ってたんですね。気づかなくて、なんかめっちゃ痒いなと思って、こうやってズボンまくるじゃん、もうなんか変な足が見えんの、虫、もう明らかに虫みたいなカメムシでした。もう大泣き、マジで大泣き、本当にガチのトラウマになりました、あのカメムシは。あれ以来本当にめちゃくちゃ気をつけてるし、すんごいトラウマ。そうで、この前も部屋にカメムシが入ってきて、あ、もう本当に、あ、もう、あ、うわでもこういう感じだった。もう、あ、もう、あ、なんでカメムシってこんなに私につきまとってくるんだろうって、すんごいもう、はぁーってなりましたね。でしょ、これトラウマになるよね、カメムシって。本当に私カメムシの恨みだけは本当にやばいです、すいません、カメムシの皆さん、すいません。でゆずが謝ることじゃない。軽く握ることもありません。結局誰が退治したの、パパかな、お父さんが退治したのかな。そう、もうカメムシ大量発生してるよっていうニュース本当に見たくないもん。いいなカメムシ、なんで、なんで。もう虫の話やめよう。で15分まで配信します、マネさん15分まで配信します。カメムシって確か噛むんだったっけ、どうなの。ゆずは親のことなんて呼ぶって呼んでるの。日記とか世間なんか文章書くときは母上父上ですけど、家ではママパパです。でも二十歳になるからママパパじゃない方がいいのかなって。まあでも世間には母上父上で、文章を書くときだけね。ねえ、虫はねちょっとねやっぱ苦手かな。
いや通常でも母上って言わないっしょ。言わないよ。いやもう虫の話やめよう。ごめん、私からめっちゃ話したのに。もう虫はやだ。鹿児島に来てるの？鹿児島行きたい。てかやっぱ日本一周したいよね。おかん、ゆずちゃんの顔面めっちゃ好き。嬉しい。そんなこと言ってくれるんですか。わーい。ゆずちゃん髪伸びたでしょ。でもちょっとまた切りたい欲が。まあね、成人式あるからさ、長い方がいいかなと思ってまだ我慢してるけど、気づいたら短くなってるかもしれないです。静岡行きたい。私爽やかハンバーグのリベンジしたい。うん、未だに食べれてないもん。次はピンクに染めたい。ボブしたことあるんだよね一応。でも似合わなすぎて速攻伸ばした。ボブは絶対もうしない、似合わなすぎる。ゆずがする話全部懐かしい。本当に皆さんの最近の話聞かせてください。私だけずっと喋ってるから、そっからいっぱい引っ張り出します。気になったもの、10円パン食べてきた。私 MV の日に初めて10円パン食べました。今年の8月夏に初めてやっと10円パン食べたの。遅れてるよね。でもめっちゃ美味しかった。めっちゃ感動した。10円パンってこんなに美味しいのって。最近のみんなはどうお過ごしですか。なんか何でもいいですよ。相談も聞いてあげます。あげますってちょっと言い方良くないね。相談乗ります。サッカーの試合観戦行った。おーいいですね、楽しそう。今ドンキにいます。楽しんでください。仕事つらいです。一緒に頑張ろう。大学始まって大変。私も大学始まりました。もう課題のこと考えたくないです。今明日のリリーベの準備してた。ありがとうございます。どういう準備をしてるのかすごい気になる。車の免許取得中。頑張れ頑張れ、応援してます。受験か大変よね。お寿司何回行ってもこれなんていうの、アジが売り切れてます。アジ、え、電波悪いってめっちゃ来る。ゆずは車の免許取らないの。取ってます、ありますよ。なんかさ、今日すごく嬉しかったんだけど、そう今うちわ作ってたみたいなコメントあったからさ、
思い出したんだけど、なんかさこういうさうちわあるじゃん、なんかめっちゃさうちわでさなんかさこう書いてさ文字書いてなんかペラペラみたいな、あれめっちゃいいなって思ったんだけど、思ってたのね。そしたら私に作ってくれたくださったファンの方がいて、めっちゃ夢だったって結構ね心で思ってた心の中でめっちゃ嬉しかった。あ、電波、まあ人それぞれですか。好きな人と遊びに行きたい、行ってください、それは行ってください。好きな人っていうのは私で合ってますか。私ですよね、うん、そう、カンペうちはこういうなんかめくるやつすごいこと考えるなって思った。カンペうちわって言うんだ。ストーリーの変顔かわいすぎた。私変顔したっけ。耳に穴開いてない、開けたい。俺の恋愛がセンチメートルの曲すぎて片思いですか。頑張れ頑張れしか言えんけど、なんか具体的なエピソードがあれば全然乗ります。修学旅行中にしれっと見てる、ありがとうございます。ゆずちゃん的にどんなうちわが見やすいですか。でも結構大きいとすごいありがたいけどね、本当に大きいと、うん、なんか面からだとやっぱ自分のファンの子かなって一回は見るから、水色だと目止まるかもしれないです。ゆずが彼氏だったら絶対幸せそう。私が彼氏なの？あ、そっち？そっちか。全然幸せだと思います。ひらがなと漢字、何を書くかによるかな。何を書きたいんだろう。うちは自分の顔と文字どっちが見つけやすい。自分の顔じゃなくて自分の名前、ゆずはってめっちゃ大きく書いてくれたらめっちゃ見えるかも。ただあの写真とかになると、あれ、あの子誰の持ってるんだってなっちゃうかも。あのグッズとかだったらわかるんだけど、なんか例えばじゃあゆずのこのスクショを作るってなったら、あれ誰の持ってるんだってなっちゃうかもしれない。でも全然持っててくれてもいいんですよ。全然なんかダメっていうかそういうことじゃなくて、ゆずちゃんこしあんとつぶあんどっちが好き。ゆずちゃんあんこがそもそもダメなの。その生まれた時からあんこがちょっと、今頑張ってコメント見てる。客席結構遠くまで見えてますよ。あの胴入ったから前よりか全然見えてます。ゆずはかわいい、ありがとう、嬉しい。かわいいっていっぱい言ってくれる人がいて本当に私は嬉しいです。ピーマンはあんまり好まないかも。ヒロアカの中で好きなプロヒーローは、プロヒーローか、ヒーローデクちゃん、
かな。ビクちゃん、ヴィランの方が推しが多いんですよね。トマトはちょっと苦手です。ヒヒンつった、やばい、笑い方やばい。あとちょっとで、好きってどうやって伝えればいいの？好きって言えばいいじゃん。ダメなの？最近のさ、この恋愛って難しいよね。なんで好きバレしちゃいけないのって。好きバレしそうで困るみたいなさ、質問箱とかにもさ、時々あるんですよ。好きバレしちゃいけないってなんでって。もうなんか、わからん。難しいね、みんな。え、素直が一番良くない？でも逆になの？なんか難しいね。ゆずいくつ？ゆず19。19っぽい発言じゃないよね。スクショタイム。どういう？好きな人ができないのが悩み。私を好きな人にすればいいじゃない。うわー、やるねー、私今の言葉やるねー。だからゆずには皆さん好きバレして大丈夫ですよ。むしろ好きってたくさん伝えてください。その方が私は喜ぶんで。単純なんで。単純なので。そうだよ、私もうちょっとで20歳だよ。あ、これあいな。お、公式さん今日落ち着いております。はい、すごいまじまじとコメントを見ちゃった。こうやって見れるね、もうずっとみんなのコメント。ゆず推しで他のメンバーに浮気するのあり？私基本的にグループに2人ぐらいは推しいるからいいですよ。今日は正しく聞いてます。はい、じゃあもう15分になったので終わりにしたいと思います。じゃあ今から私今女神降臨をまた見直してるので見たいと思います。見てゆっくりお風呂入って寝たいと思います。今日はありがとうございました。また